もカーカーカーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。久々の松田ニュースということで、速報で急遽動画を撮影しましたのでお届けします。68のリコールが公式から発表されました。国土交通省に届け出が出されました。明日にでもディーラーから連絡がかかってくると思いますので、速報として内容をそのままお伝えします。今回リコールの内容は3点あります。順に文をそのまま読ませていただきます。まず一つ目が、トランスミッション制御コンピューターにおいて制御プログラムが不適切なため、変速時や EV 走行からのエンジンの再始動の際に強めにブレーキを踏むと締結しているクラッチが解放しないことがあるそうです。そのためエンジン回転が低下し、最悪の場合エンストしてしまう恐れがあります。次に2点目は、電力変換装置、別名インバーターにおいて制御プログラムが不適切なため、プッシュボタンスタートをオフにした直後、オンするとインバータが起動しないことがあります。そのため、アイドリングストップ後にエンジンが再始動できなくなります。また、バッテリーへの充電が停止するため、充電警告灯が点灯し、最悪の場合、エンストしてしまう恐れがあります。次に3点目は、コンビネーションメーター、ブレーキショータイプにおいて制御プログラムが適切なため、メータの液晶画面を表示するための起動制御が完了できないことがあります。そのため速度計や警告灯などが表示できない恐れがあります。改善措置の内容としては、まず1つ目が、全車両トランスミッション制御コンピューターの制御プログラムを対策プログラムに修正をします。続いて2点目の改善措置は、全車両インバータの制御プログラムを対策プログラムに修正します。3点目の改善措置の内容は、全車両コンビネーションメータの制御プログラムを対策プログラムに修正しますとなっています。今回のリコール対象車の型式に関して、まず上から 3CA-KH3R3P に関してはクロスディハイブリッドになります。対象車の台数は7874台。括弧1番のリコールに関する該当台数は6220台。2つ目のリコールに関する対象車台数は7627台。そして3つ目のリコールに対象になる台数は、すべての台数7874台になります。2つ目の 3DA-KH3P は私たちと同様クロス D の回答になります。対象車の台数は2012台。3つ目のリコールのみとなっています。続いて 5LA-KH5S3P に関しては PHEV が対象となっています。対象車台数は606台。 PHEV もクロス D と同様、3つ目のリコールの対象となっています。最後 5BA-KH5P に関しては 25S が対象となっています。こちらは対象車台数が190台となっています。これを見てあれ?とも思いましたが、クロス D ハイブリッド以降に販売された PHEV クロス D 25S は、1番と2番のリコール内容は対応済みで出荷されていたことになります。またクロス D ハイブリッドでも1番と2番のリコールは対応済みのものを出荷されていることになっています。何にしろリコールという形で全車対応でリプロされるのは、オーナーの皆様からすると良いことだと思います。ディーラーに行くのは手間かもしれませんが、リプロのみですので、長期間愛車が入院ということにはならなくて済みそうです。以上、緊急速報をお届けしました。愛車の入院期間は私たちの独断の意見ですので、詳しくはディーラーからの連絡をお待ちください。60がより良い車になるということで、私たちはプラスに捉えるようにします。マツダを応援している皆様も同じようにプラス思考でいきましょう。では、良いカーライフをお送りください。
皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ではでは、バイバーイ。